この番組は Changes for the Better 三菱電機の提供でお送りいたします。メントレレストランへようこそ。さあ今夜も最高のメニューをお楽しみいただきましょう。山本寛斎さんの大好物3品目は渋谷区神宮前にあるおけい寿司の握り寿司。勝浦産の本マグロや三陸産バクンウニなど極上のネタを使い、素材のうまみを最大限引き出したこだわりの握り。今夜はその職人技をスタジオで披露していただきます。これはですね、渋谷区神宮前にありますおけい寿司というお寿司屋さんでございまして、じゃあとりあえずいつもよく、はい、関西さんが頼む、はい、これさっき炙りトロ1貫2000円です。わー、大トロをさ、はい、炙っちゃうのはすごいな、やっぱな。よく行かれるんですか？オフィスが近場なんで、はい、お昼に伺うことが多いんですよ。なんだ、2分間にしない。ウニを握るや、僕の知らウニがある。お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。このままで召し上がって、このままで、はい、まずマグロからいっちゃうぞ。その方に、もういただきます。はい、どうも待っております。肉厚がすごい。あのね、口の中でもね、生きてるんですよ。一口の美学を見せられたって感じ。すごいね、言い方が。次バフンウニね。それはすごいじゃん。すごい、軍艦にしないっていうところ。見て、ご飯超少ない。軍艦だよこれ、逆の。これはやばいな。ウニにしかない甘さをすごい出してますよ、このバフンウニ。お前この後マジぶっ殺す。切れた。俺これ合宿所以来だな、聞いたの。さあ、関西さんの大好物3品が出揃ったところで、ここからが本番です。関西さんの大好物3品が出揃いました。この中から関西さんが今食べたいのはどれなのか、それを TOKIO のメンバーそれぞれに当てていただきます。関西さんは2人以上に当てられたら食べることはできません。はい、関西さん、まずはゲストカードを決定してください。はい、了解。いきます。それではカードをお出しください。来ました、来ました。今どれを食べたいのか、関西さんの心はそのカードだけが知っています。それではゲストの心を読む駆け引きタイムです。あの、もし自分がすごく欲しいものがあったとします、どんなことをしても手に入れたいですか？うんと欲しいものは我慢できません。先に手に入れると思って行動します。前へ前へですよね、はい。まあ、いろんな欲はありますけど、はい、食欲というのは、はい、まあ、自分の中ではかなり上の方にある欲ですかね。朝は高いですね。高い。夜はもうあのアルコールがメインになってますんで。わかりました。さあ、 TOKIO は関西さんの心を読めたのでしょうか。 TOKIO カードを決定してください。やっぱりあれは外しますよね。そうね、そうなんだね。今じゃないんだよ。でもリーダーのも分かるな、すごい。俺は正直そっちだと思ったの。俺もそう思いました。もう僕はもう個人的にもう見せられた。でもまああえて、あえて、あえてそれにかけてみたいなところあるな、はい。さあ、全てのカードが出揃いました。大好物3品を前にして山本関西さんは今どれを食べたいのか。関西さんのカードがうなぎならば料理は関西さんのものに、握り寿司ならば関西さんとリーダーのものに、親子丼ならば山口と永瀬と松岡のものに。関西さんは食べられません。じゃあ勝負です。カードオープン。はい、